2352回始めます、2月26日月曜日入ったところですね。はい、2月もうすぐ終わりますよ。はい、いやーね、うん、あったかいね、あったかい冬だね、本当に、うん、今回、香川県警察本部、香川県の話9歳の娘を包丁で刺すと、無職の女を傷害容疑で逮捕、うん、言うことを聞かないので腹が立ったと、うん、自分の娘9歳を包丁で刺して軽傷を負わせたとして、香川県警さぬき署は21日、香川県さぬき市の無職の女49歳を傷害容疑で逮捕したと。発表では、女は今月13日、午後9時から9時30分ごろ、自宅で娘の体に包丁を押し付けて刺すなどして、背中や首の後ろなどに2週間程度の怪我、結構な怪我だね、2週間程度の怪我って言ったら、を負わせた疑い、うん、言うことを聞かないので腹が立ったと、うん、容疑を認めてると、うん、児童相談所から19日、同署に通報があり、捜査していたということで。まあ刺されたのが13日で、通報があったのが、児童相談所から通報があったのが19日っていうことで、これ児童相談所と関わりがあったんですかね、この家庭はね。もともとだから若干なんていうのかな、うん、トラブルみたいな感じであった家だったのかな。これ思うのはね、やっぱり娘9歳で無職の女49歳っていうことで、40歳で産んでるんだよね。高齢出産なんだよね。だからなんだ、高齢出産だとこういうケースが多いのかっていうのは、そのデータ分かんないけど、最近ニュース見てると思うね、本当に、うん、40とかね、うん、30代も後半、38、39、40、41ぐらいで産んだ子供っていうのを結構ニュースで見るね。私はやっぱり子供っていうのはね、女性の方々に言いたいのは、やっぱり産むんであればよ、うん、まあ言いたくないけどさ、産むんであればよ、産まないならいいですよ、産まないで、うん、産むんであればやっぱり30前ぐらいで産むのが、母子ともに、なんていうのかな、健康で産まれる確率も高いし、その産んだ後も育てやすいっていうかね、40ぐらいで産んじゃうと子育ても大変だから、ね、今回みたいに9歳になった時、お母さん49歳でね、これから反抗期とか迎えてくる娘とか扱うのは大変よ、体力も気力も使うし、うん、まあ私もね、あんまり人のこと言えないんだけど、うん、若くしてね、子供作っといた方がいいと思うよ、作るならね、作らないならいいけど、あとは、まあこういうことはあるよね、娘が言うことを聞かないので大喧嘩になるみたいな。うちもよく大喧嘩してますよ。まあ私は子供とあんまり大喧嘩にはなんないけど、うん、なんていうかね、子供がこう避けちゃってね、うん、お父ちゃん怖いから避けちゃって、大喧嘩にはならないんだけど、母親と娘は大喧嘩するね。もう朝っぱらからすごい大声で言いまくってるよ、お互いに、うん、ちょっと割愛するけど、すごいよ、うん、で、ここで重要なのが、日本のいいところはね、これ本当、銃社会じゃないっていうところがいいね。うちなんかもしアメリカだったら、母と娘の大喧嘩でね、どっかに銃なんかあった日にはね、銃ぶっ放すんじゃないかっていうぐらいの勢いで喧嘩するからね、本当にこれ銃社会は怖いよ。勢い余って銃なんか手にかけてね、実弾なんか入ってたりなんかしたら、本当にアメリカとかでは結構あると思うよ、これ親子喧嘩とか兄弟喧嘩とかね、うん、子供が親撃っちゃったとか、そういうのあると思うから、結構これ銃が出回ってないっていうのは日本いい国だよ、本当に。今後ともね、まあ日本に銃が広まるってことはあんまりないと思うけども、銃は出回らない社会っていうのは大事だと思うよ、これ。もう本当にね、エスカレートするから時々ちょっとした親子喧嘩が。これはでも包丁で2週間の怪我ってことはちょっと刺さってるね、これね、おそらくね、背中や首の後ろなどに2週間の怪我、うん、おそらく血出てると思うよ、これ、うん、はい。で、児童相談所から19日連絡があったってことは、まあもともと若干問題のある家庭だったんじゃないかと思う。
いうことかな、問題というか過去にね、うん、大喧嘩とかね、うん、虐待とかなんか通報とかあったのかも分かんない、もしかしたらね、はい、いうことですね。まあまあまあ、あの親子喧嘩もね本当に、うん、まあただうちの母と娘見てるとね、あのやっぱ女同士なのね、が言い合った後にあっという間にね、なんか笑ってるからお互いに、うん、なんか笑い合ってる、テレビ見てみたいな光景が繰り広げられるんで、ああやっぱ母と娘っていうのはこれ父と娘とは違うんだなと、うん、思いますよ。ね、母子と父子とではやっぱり違うのかなと、うん、思いました。ということで、そんなまああるよね親子喧嘩とか、うん、ただ刃物とかいけないよ、刃物とか暴力はやっぱりね、暴力もね、5ぐらいで叩こうと思っても、お尻、例えばお尻とか頭をね軽く5ぐらいで叩いたつもりでもね、勢い余って10とか20とかの力でね叩いちゃうことがあるからね、予期せぬお互い予期せぬ動きしてね、やっぱりね、手は出さないこと、足は出さないこと、うん、口だけね、もう唾なんか思いっきりかけてもいいからね、口だけ勝負でね、家の中ではやった方がいいと思う。ほんとね、うん、想定外のことが起こるから、手とか上げると、はい、ということですね。2352回終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。